さあ皆さんこんばんは、今日はですね舞台バサラが2日目を終えたところです。舞台の中でナギをやってるんですけれど、ちょっとね髪の毛が白くて長い役で眉毛とかを染めてるので、今ちょっとまだね取れてないのが眉毛とか白い状態ですが、今日は質問コーナーを答えていこうかなと思っております。お正月に募集してました質問について、ちょっとね時間がそんなに長くは今日はできないと思いますが、いくつか答えてみようと思います。まずはこちらです。はい、ゆずさん、動画投稿お疲れ様です。質問です。ポケモンの中で今一番好きなまたは熱いポケモンは何ですか、ということです。僕は一番好きなポケモンはミュウですね。ミュウが一番好きです。で、まあずっとミュウが好きですが、今ダイパのリメイクをやってまして、ダイヤモンドをやってるんですが、そこでよく活躍してくれたのはミロカロスですね。剣盾をやってる頃もミロカロスずっと連れていたなと思い出があります。あとホウオウが今回すごく好きでよく使っております。ホウオウです。僕は金と銀の時代のポケモンをやってないんですが、ホウオウとルギア表紙に出ててすごくかっこいいなと思ってて、今回両方とも今捕まえて手持ちに入れて育てております。なんかデザインがかっこいいよね。昔その北京に行った時に紫禁城を見たんですよ。紫禁城っていうラストエンペラーのね紫禁城があるんですけど、そこの屋根の上に鳳凰の像がありまして、それがすごくかっこよかったなっていう記憶がありますね。思わず俳句を読んじゃいましたからね。紫禁城いつ鳳凰の目に涙だったかな。なんか紫禁城もう一度復活させたいっていう気持ちで鳳凰がねいるのかなと思って、そんな表情に見えたのを読みましたね。紫禁城いつ鳳凰の目に涙だったかな。紫禁城いつ鳳凰の待つ夜明けかね。どっちもいいなと思ってます。ということで、一番好きなのはミュウですね。最近熱いのが鳳凰とかルギアですね。お肉さん、質問です。去年購入したもので買ってよかったと思うものは何ですか。それはねバイオリンですね。これです。マイバイオリンをゲットしました。3月の舞台でティオハリムの役を演じるんですが、彼がねバイオリン弾きなので、自分もバイオリン弾けるようになりたいなと思って、ちょっとねこうやって練習中です。いつか皆さんの前でなんか弾こうかなと思っております。はい、質問に、ダン・クロトはどんな年末年始を過ごしたと思いますか。なるほど、ダン・クロトはどんな年末年始を過ごしたと思いますか。そうね、彼はねやっぱり人類の先をね行ってるので、多分年末年始でしょ、12月31日に仲いい人とかに今年もよろしくってメールしたんじゃないかなと思います。はい、キクズさん、新年明けましておめでとうございます。今年も質問コーナー開催ありがとうございます。2021年のナンバーワン漫画は何でしたか。私はガチ恋粘着獣ネット配信者の彼女になりたくてです。おすすめです。ほう、この漫画は僕は知らなかったのでちょっと読んでみようかなと思います。2021年のナンバーワン漫画でしょ。結構ね僕は去年漫画たくさん読みました。なんか最近はねネットで読める漫画が増えてきてるので、習慣でネットの漫画読むようになってきましたね。その中でもナンバーワンは、左利きのエレンです。知ってますか皆さん。アートのお話なんですけれど、キャッチコピーが天才になりきれなかった君たちへだったかな、そんな感じのお話で、そう、天才を目指してるアートの学生だったかな、最初の話ですね。本当の天才を知ってる主人公がいるんですけれど、彼はアートで勝負するわけではなくて広告会社にサラリーマンとして就職していくんですよね。その人生の葛藤みたいなのがどの瞬間もありまして、
すごく胸に刺さってくる話ですね。今のバサラ、僕舞台やっててすごく自分の胸に来るようなセリフとか多いんですが、この左利きのエレンは現実の世界の中を生きる人たちの心に刺さるような言葉が多くて すごく好きです。ハイパー無敵さん、ハイパー無敵さん、北条 M はなぜ適合手術を受けずにエグゼイドに変身できたのですか、とありますね。これはね、もうね、ネットに載ってるのでそちらを調べていただければと思います。小文字のね、カタカナのウで検索するとおそらく出てくるはずですので、そちらをご覧ください。でもね、名前がハイパー無敵でこんなアイコンにエグゼイド使ってて知らないわけないよね。リュウさん、最近お気に入りのぬいぐるみは何ですか、教えていただきたいです。そうそう、あのね、ステファニーがね、子供を産んだんですよ。ステファニーがね、子供を産んでね、なんとね、5匹いますよ。5匹いるんですが、今ね、1匹はちょっとね、お出かけしてるんでね、4匹見せましょう。4匹ご紹介しましょう。はい、この子が静香ちゃんです。静香ちゃん、静香で、この子がね、ナコハンです。ナコハンよろしくね。でね、この子がノモです。ノモで、リノが今ね、お散歩行ってて、あと影から、そう、5匹いますよ。静か、ナコハン、ノモ、リノ、影からです。リノはね、紫色でね、首がね、長いね、恐竜なんです。静か、ナコハン、ノモ、リノ、影からです。5人兄弟です。よろしくね。さあ、明日も舞台のバサラ3日目がありますので、今日はこれにて寝るとします。また質問コーナーの続きはそのうちやろうかなと思っております。最後まで見てくれてありがとうございました。おやすみなさい。